次、君が私以外に話した最初の人物に心から幸せを感じさせてみせるんだ。長谷部は好きな人いるか？日高、それ以上言ったら殺すよ。両兵の会期祝いでもするか。長谷部君って思っていた以上に優しいのね。そうだ、私だ。お兄ちゃん大好き。負けちゃダメよ、恋は戦争なのよ。気持ち悪いわね。ショックあるんだよ。ではキスでお待ちください。傑作だったな。私が私を許せなくなるからだ。だまたやろうっていうの。君は結局どうしたかったの？じゃあなんで？いや、僕も偶然見てしまって。リョウヘイはカスミのことをどう思っているんだ？諦めるわけがないだろう。彼女をどんな手段を使っても一時的に幸せにしないといけないんだ。そうしないと君は死ぬ。このことを君は理解しているかい？シニカルハニー。